何はともあれ第一声での素直な謝罪、それでこそじゃ。わらわに対する自分の立場をわきまえておる。ともあれ呼びに来たのだから当然準備はできておる。来い。おい、一応の確認だが、あのフォーフォー泣く猫はおらんな。おったら一緒につけるぞ。チョコフォンデュとかいうものじゃ。今日は日頃の感謝を込めてチョコを食わす日だと聞いたから、いうわけではなくてだな、どうせ普段は庶民らしい貧相な甘味しか味わっておらぬであろう貴様に、たまにはわらわが女帝らしいゴージャスなデザートの施しを与えてやろうというあれじゃ。わらわと共にこれを食することを許可する。ありがたく受け取るがよいぞ。このチョコはどこか国のようじゃな。甘いと思えば甘く、苦いと思えば苦い。収める者の手で硬くもなり柔らかくもなる。容易になくなりはせぬように思えるが、その実ふと気づけばあっけなく消えていたりする。そう考えると今のわらわと貴様は二人で一つの国をつつき合っているようなものかもしれん。一応言っておくが、こんなことを許すのは貴様が初めてだぞ。わらわを軽い女と思うものなら即座に刑の執行を。何？思っていない？重く受け止めて食べている。そうか、うむ、ならばよい。ではさあ、もっと食え。遠慮などするな。この果物などチョコとの相性抜群じゃぞ。信じぬか？ならば確かめさせてやろう。ほれ、口を開けよ。